いっせーのもときはい、どうも、せーのもときでございます。今日はですね、私が住んでいる阿賀野市の兵庫にやってまいりました。今回から3回連続阿賀野市の魅力をお伝えしていきたいと思います。で、いつもね、僕だけだとちょっとなんか寂しいしね、おじさん一人って嫌でしょ。なので、なんと今回から3回新潟の女性タレントのお二人をゲストにお呼びしました。こちらの方々です。お願いします。おはようございます。お願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、中澤由香です。普段は、MC だったりとか、あと中澤プロジェクトっていうバンド組んでバンドとかで歌ってます。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、新潟でラジオパーソナリティと、あとはですね、歯のホワイトニングのお店を自分でやってます、木村あさみです。よろしくお願いします。はい、経営者でございます。よろしくお願いします。まあ、お二人は、阿賀野市何回か来たことはあると思うんですけども、はい、ゆかちんは阿賀野市どんな印象を持ってますか？ゆるキャラと絡むことも多いんで、ゴズッチョかなと思うんですけどね。可愛らしいキャラクターね。で、キムはどうですか？私はもう見ての通り白鳥でしょ、やっぱ見ての通りかもしれませんけども。まあ、これからどんどん白鳥来ますけども。私も今日白鳥イメージで白い服できたから、ね、これからです、どんどん来ますから、シビリアからね。若干ね、はい、もうね、先人がいますけどね。そう先人組が、やっぱでもそのイメージじゃないですか。ありますね。でも、この阿賀野市っていうのは食も美味しいんですよ。で、米とか野菜とか、あと乳製品とか、で、その他にも、近年では牛肉とかお酒とか蜂蜜とか、あとね、うなぎとか、うなぎじゃん、すごい一品が生まれてるんですけど。あ、そうなんだ。で、今日からですね、3回連続、阿賀野市の情熱を持っていろんなものを作っている皆さんの元へ訪問してですね、それを実際収穫いたしまして、調理して食べようという企画でございます。はい、これ阿賀野市の美味しさをお二人に、そして皆さんにお伝えしたいということで、いいでしょ、いい企画でしょ。楽しみすぎる。本当に楽しみにしててね、ワクワクしてたんで、そうこんないい企画に呼んでもらえるのが最高です。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。絶対視聴者さんもね、女性2人いた方がいいですから。はい、ということでございまして、早速いきますか。はい、行きましょう。レッツゴー。羽ばたけよ、スワンダイバー。さつまいも畑でございますね。はい、めったに来ないでしょ、さつまいも畑。ないですよ、ないですか、この機会。はい、で、こちらはですね、荒木さんの畑ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒木さん、はい、今日収穫するさつまいもなんですけど、はい、どういった品種なんですか？あの、シルクスイートっていう品種になります。聞いたことある、はい、めっちゃ甘いやつだ、ね、いや、てか、はい、そもそもさつまいも今、うん、あのボディメイク女子とかみんな朝ごはんに食ってる。おお、食ってる。食ってる。女子食ってるとは言わない。イケてる女子食ってるとは言わない。みんなお食べになってる。お食べになってる。そうなんですよ。じゃあもう美容に興味ある木村としてはめっちゃ食べたいと思ってました。おお、しかも相当いい品種ですよ。本当ですか？美味しいやつ、はい、まあいい品種や。じゃあ早速やりますか。やろう、はい、じゃあ荒木さんからいろいろ教えてもらいながら、はい、じゃあ行きましょう。どこですか？お願いします。うわすごいね。めっちゃ力必要なんじゃないですか、芋掘りって。力必要ですね。大丈夫か？保育園の頃やってたよ。でも確かに清野さんがスコップで掘ってくれて、はい、その後皆さんがこう手でこう。分かりました。でもスコップも、なんかさつまいも傷つけたりしないですか？なるべく遠くから垂直に掘っていきます。ないのを確認しながら、最初から近く掘ると、まあ切りますね。そうですよね。ね、じゃあ行きますか。はい、ここ刺していいんですか？やばい、いや、傷すぎるよ。大丈夫。ここで分かる。ここで OK。垂直にね。垂直ですよ。切ってました、人の恥ずかしい。自己流なんだよ、俺は。ダメだよ。こっちね。
ったと聞いてます。いきますよ、はい、じゃあ行きます。光栄でやります。はい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 、グイッと、はい、はい、やってみてください。いきますよ、はい、よいしょ。おお、ほら、おお、うまい、うまいでしょ。そしてないのを確認したら、はい、もう一回手前に行って、ないのを確認しました。はい、ここに行って刺していく。はい、チョコレート刺しますよ。ここある、あ、あるあるある、いきますよ、はい、よいしょ、よいしょ、いきますよ、はいよ。おお、ちょっと収穫して、早く、どっちか収穫して、どっちか収穫して、おお、すごい、収穫して、収穫して、こういうこと、これもボンポンって出して、これこのまま引っ張っていいですか。いいですよ、いきます、せーの、おっ、うわー、すごい、すごい、なかなかでかいよ。色濃くないですか。色濃いよね、いいよね、いい色してるわ、美味しそう。わ、すごい、めっちゃでかい。これは自分らで収穫したものを後でさつまいもご飯にするからね。そうですよ、いいじゃないですか、はい、どんどんほろ、どんどんほろ、どんどんほろ、ちっちゃいのもついてる、かわいい。これで残ったのこの辺いいですか。ここら辺に、じゃあゆかちゃん、ゆかちゃん、あの長靴借りたからさ、やってみった、おし、あの荒木さんの指示従ってやってみった。え、マジか、だって私が元木さんのことめっちゃケチャケチャに言ってたのに。やってみた、刺すとしたら、じゃあこの辺から行きます。この辺、はい、行きます。そこ、はい、これ行け、はい、体重かけろ、はい、あの、よっ、あの、乗る、乗って乗って、後で洗うんですよね、洗うし返す、はい、はい、はい、いいと思います。いいっすか、行け、はい、行けますね、これを、せーの、それが大変そう、こう、重たいよ、来た、行け行け、あ、乗らなかったな、乗らなかった、乗ってない。でも柔らかくなったから。なったから。この辺に、この辺行けるかな。あ、行ける。あ、よし、じゃあ君行け。行けるかな。君行け、君行け、君行け。よ、来い。正確だ。ね、なかなか出てきた。女子二人の共同作業行け。出てないよ。あ、もういたよ。もうさ、もうこれもう一回やる。こ、手オンリー。お、ここ。手オンリー系になってるけど。行って行って。いる子ですよね。あ、いる、いたいたいた、それと繋がってこれか。え、ちょっと、え、これどどこ、これこれどこ、これももげんじゃないですか。いける、ね、いけるかも、いける、手で、あ、いっちゃいのがいた、ほんとだ、いいよ、これ、いける、いける、頑張れ、よっしゃー、おー、来たー、やったー、じゃあキムをカメラの前で、あー、いいねー、めちゃくちゃいい、もういいね、これ相当美味しいわ、イエー、それじゃ軽いからさ、一番軽いから、失礼だけど、今なんかすごいさ、魂にディスられたいね、多分がめっちゃ軽いから、あ、いけ、こういうこと、あ、マジめっちゃ怖いわ、これこういうの、後ろ行くと、後ろ野菜用でしたから、ブロッコリー気づけないで、どこまで行かない、力の加減がわからない、下に、て、てこんな感じで、いけんじゃない、こうか、うまい、うまい、おー、きれい、きれい、お、落ちる、ゆかち行って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 、行って行って、ちょっと待って、結構、おー、もうちょい下行ける、おー、ちょっと、すごい、企画外です、え、でかー、やばい、やばい、一番大きいの、一番大きいの取りました、あー、一番大きいの取りましたよ、よかったよ、すごいですね、ブチ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 、顔と同じくらいの大きさあるよ、ほら、出ましたよ、すごい、より大きい、本当だ、これ私こういうの出るとね、通称バーバパパって呼んでますね、バーバパパっぽくないですか、いや確かに、ね、かわいいですよ、かわいいね、どういう形かわかんないから、うん、ワクワクするね、これめちゃくちゃ盛り上がった、ね、楽しいよね、楽しい、すごい楽しいでも正直荒木さんあれでしょう、あの若い女子と2人キャピキャピやりながら、はい、今日一番楽しいんじゃないですか、楽しいですね素直でいいですね、楽しんでもらえてよかったわ、いややっぱりさ、あの阿賀野市の美味しいものを食べるだけじゃなくて、こうやって阿賀野市で農業体験をするっていうのに意義があるんですよ、うんうん、確かに確かに、はい、うん、じゃあ調理行こう、行こう、はい、いや楽しみだな、よっしゃ、じゃあ芋洗うか、いや冷てえな、さすがにね、女性タレントさんに洗わせるわけにはいかないからね、いやだってやっぱり女性タレントさんは手も命ですからね、今後手垂れとかするかもしれないしね、ひび割れとかあったら大変だから、
あー冷たい冷たいわ。あーでもすごい土に隠れててこんな鮮やかな色だったんだ。すごいよ。はい、こんなに綺麗になりました。いやこれをでは今から切ってご飯の中に入れて炊くということですね。楽しみですね。さあこちらはですね、はい、笹上やまびこ農園さんでございまして、はい、そこの代表の榎本さん、お願いします。よろしくお願いします。もう笹上のイケメン農家、ね、榎本さんでございますけど、ねね、俳優さんにいそうなね、かっこいいですね。榎本さん、あの洗いましたけども、はい、さあここからですよ。どのぐらいの大きさでこのさつまいもを切って、まあ、ご飯の釜に入れるかっていうことですよね。はい、だいたい 1,2 センチ角ぐらいじゃないですか。はい、適当でいいですかね。適当に、はい、適当でいいの。あ、そうなのね。ようやくがすごい適当なんですけど、はい、皮ついたままで、はい、あの彩りもいいし、そうですよね、崩れにくい、うん、四角く切る。四角か、はい、じゃあ女子、はい、どっち行きますか。行きます。料理が得意っていう。あ、じゃあ、じゃあ、私切りましょうか。木村あさみ。じゃあ、いいですか、はい、切りますよ。はい、これなんかさ、めちゃくちゃでかいね。あえて、バーバパパさつまいも選ぶ。だってすごいよね。はい、ちょっとさ、一回半分に切っていきます。バーバパパ痛いよ切りづらい。切りづらい。切りづらい。これ結構だな。絶対大丈夫。気をつけて。大丈夫ですか。いや、めっちゃ硬い。硬いよね。これはさ、いける？か、香るか？これ怪我しないでよ。これねきついよ。え、やろうか。じゃあ、じゃあ、これ、ぐっと。力自慢。力自慢ではないんだけど。いきます。めっちゃ硬い。本当に。あ、あ、これすごい。あ、これ気をつけて気をつけて。あ、オッケーです。あのね、ちょっと一回抜くねこれ。ちょっと待って、今抜かないで。抜かない。これはもう男ですよ、男。いやだ、これね思った以上。お、これもみちみちみち。なんかね。感触がさつまいもっていうよりもウリみたいな、うん、そうね。これ切れますね。切れますぞ。もうここまで来ちゃう。大丈夫じゃない。いけると思う。じゃあ親方。親方農家ですもん。親方。親方慣れてもプロにね。お、めちゃくちゃ。ほら。ほら。だって規格外サイズだってさっきおっしゃってましたもん。本当に硬いですね。そうなんですよ。お、来た来た来た。やったやったやった。素晴らしい入刀、はい、ありがとうございます。4人の共同作業でしょ。そうですね、本当にね。確かに。あ、そっちはいける。あ、いけるいける。うん、これならいけるね。いけるね。うん、安いけど。あ、いいね、目がびしっとって。これ、榎本さん全部いらないですよね。全部入れるともうすごいことになります。すごいことになりますもんね。じゃあ、いいんじゃない。ここ一つぐらいで、うん、ね、大丈夫ですかね。じゃあちょっとキムには切ってもらってて、ちょっとこちら紹介してもらいましょう。なんと今日はですね、この釜で炊くんですけども、はい、こちらの釜も阿賀野市さんですよね。阿賀野市の、はい、あの阿賀野市の安田地区の小田製陶さんの蒸しかまどですね。小田製陶所さんの蒸しかまどです。かまどで炊くご飯ってなかなか食べられないですよね。なかなかないです。本当なんかそれを売りにしているお店とかに行かないと、そうでしょ。自宅にはまずないですからね。でもさ、この釜で炊くことによってどうなるんですかね。全体にこう熱が、あの、もうこの蒸しかまどで囲むんで、うん、全体に一気に火力で、高火力で熱が伝わってふっくらした、うん、炊き加減になります。やっぱ全然美味しいって言いますしね。そしてですよ、はい、こちら見てくださいよ。新潟笹上さん山彦米コシヒカリ。これ榎本さん、なんとチャンピオンになったんですって。何のチャンピオンですか。教えてくださいよ榎本さん。ちょっと前にあのチャンピオン取った米ですね。これ、はい、あれですか、美味しい米選手権ですよね。要はそうですね、はい、これ日本一でしょ。そうです、日本一だった米なんですよ。これすごくないですか。日本一、今日はじゃあ日本一になったお米で炊くんですか。まあそうですね。うわ贅沢。すごいでしょ。これはすごいよ。いやこれですよ皆さん。手休めないで。いや気になっちゃうなこの手が。寂しいし。でもさ、これこれ、はい、これで炊くってことですか。そうです。あ、ほら、これに
なんか植木鉢みたいな感じ。何かと思ってた、ね、うん、ここに固形燃料入れて、はい、それでこれ入れて、また下かぶせて、今下持ってきますけど。これはもうこの専用のものなんですか？あ、はい、そう。これも阿賀野市ですか？これが阿賀野市の木で。そうなんですか。全部阿賀野市なんだ。すごい、すごい。阿賀野市の土作って、小田製陶所さんが作ったこの釜。あ、これですよ、小田製陶所さん。ちゃうやん。そういうこと。これはまあ違う。ちゃうやん。教えちゃダメっすよ。これちゃいました。すいません。これが小田製陶所さんね。で、これを、はい、まあこれセットなんで。こうそうですよね。だから、この釜は別にいいんですよ。うん、まあこれよくはないけど、ね、これはよくある釜ですよ。だからいやこれはよくある釜、よくある釜、はい、別にね、気にしなくていい。これが小田製陶所さんね、はい、はい、お米はじゃあ先に研いでもらったんですね、はい、ありがとうございます、はい、塩と酒も入れました、味付けもしてくれたってことですね、はい、あとはこれを好きなだけ入れるって感じですかね、じゃあ女子チーム入れてください。ですよ、はい、入れてくれ。素手いいっすよ、はい、え、これはもうさ、入れたら入れた分美味しいでしょ。入れた分をこれ、どこまで入れていいよ。え、これ大丈夫かな。ゆかちゃんもめっちゃ入ってる。もう一個だけね、はい、失礼して、女子2人のエキスも入っております、はい、怖いってこのぐらいでいいですか。十分、もっと入ります。あ、まだ入ります。いや、行ってくださいよ。まだ蓋閉まりますか。あ、全部入れちゃおうか。もうさ、行けよ今日は。もう行けよ今日は。全部贅沢にね、はい、せっかく収穫してきたから。そうですよ、ね、よし、これで全部だ。綺麗な色合い、ちょっと上から撮ってください。これいやー、綺麗だし、ぎっしりだしな、詰まってるよ、ほら、すごいよね。はい、じゃあ蓋を閉めるのは私、すいません、申し訳ないですね。じゃあ蓋閉めますよ。みんなで国境同士を上げてるとね、そんなあれじゃない、始めるぐらいキャンドルサービスですよ今。今ほら、榎本さんがキャンドルをつけております。キャンドルサービス、はい、結婚式風、はい、で、はい、もう上げていいんですよね、はい、3人でじゃあいきますか。じゃあ3人でね、何それ、せーの、よいしょ、いきます。わわわわ、よいしょ、おお、ぴったりなんですね。あ、はい、すごい、おー、ドラえもんに出てくるやつみたい。わかるけど、言いたいことはわかるけどね。23分待ちます。細かっ、23分、細かいね、23分、30分とかじゃなくて、ね、ちゃんと測るタイプで、確かになんか20分ぐらいとか、ね、ぐらいじゃなくて、23分測ります。はい、23分、はい、ちゃんと測りますよ。はすごいよ、阿賀野市のさつまいもと阿賀野市のお米と、うん、阿賀野市のかまどで作ったさつまいもご飯、楽しみだね。食べたい。23分間待ちましょう。待ちましょう、待ちましょう。はい、榎本さん、はい、出来上がりましたね。いや、待ち時間が長かったですけど、お腹がすっごい鳴ってたんですよ、私。じゃあ早速開けてみましょうかね。お願いします、はい、あります、ね、あるね、そうだった、そうだった、そうだ、さっき閉めてた。私、はい、親方なんで、はい、開けさせてもらっていいですか。お願いします、頼みます。開けますよ、どうなってるでしょうか。オープン、うわ、すごい、思ったよりうまそう、綺麗、めっちゃ牛乳、すげえ、もうハードルめっちゃ超えてきた。すごいね、香りがすごい、香りがね、伝わってほしいんですけどね。これはもうね、匂いで、いやすごいね、余計に食欲そそられるわ。じゃあ、優しくいけるか、中澤ゆかの、私がカモさせていただきます、はい、カモカモ。あとご飯がどんな感じで炊けてるかですよね、そうそう、まだご飯見えませんから。どう、最高だわ、すごい、ほら、すごいすごい、見て、わわわわわ、見て、ご飯よしできてる、すごい、榎本さん、ちょうどいい水加減でしたわ。最高、これはすごい、あんまベチョベチョ嫌じゃん。いや、やだやだ、うん、米立ってる感じがいいわ、美味しそうだね。じゃあ入れましょう、これを。しかもツヤツヤだったね。いや、めちゃくちゃ美味しそうじゃん、こんな、やばいよ、止まらないですね、超うまそう。ほら見て、お米が輝いてるよ、一粒一粒がね、輝いて立ってるし、しっかりしてるよ、
これにこのお芋ね、上からよいしょ。こんなうまく炊けるの、ね、これすごい。これはいいよ。ちょっと、まあ、正直言うと固形燃料だったじゃん。大丈夫かなと思ってたんだけど。行くかなと思ってたけど。見てこれ。ほら。いや、これ色合いがまず最高だわ。すごいよこれ。そして香りがもうね。いやこれ美味しそう。セサミンですよね。セサミンね。ここぞとばかりに知識出してきてよ。すいません。じゃあ、さつまいもご飯、木村あさみ、どうぞ最初に召し上がってください。どうぞ。すいません、先輩差し置いて。一番若い子から食べてもらいたいと。優しい。いただきます。やばい。これ、いただきます。どう甘っ、めっちゃ秘密うまっ。塩加減ちょっと塩入ってますよね、はい、めちゃくちゃ甘さとしょっぱさちょうどいい、うめちょっと我々も食べません。最高。食べます。どうぞさっきからね、私やばい。お腹の調子がですね、そして、うん、では食べましょう。みんなでいただきます。いや、まず米が本当立ってるわ、すごいわ。さつまいもとね、いただきます。うまっすごい。これはやばいですね。ホクホク。ちょっと待ってうまい。いただきます、うん、お腹空いてるからね。そう、一番待ってた。うまい。どうですか。うん、これさっきキムが言った通り、うん、この甘さ加減と塩加減がちょうどいいね。めちゃくちゃいい塩梅ですね、うん、ごまもいいアクセントになってますよ、うん、ね、あ、おいしい。でさ、あんだけ硬かったさつまいもがものすごく柔らかくてホクホク、ホクホクしてる、ね、甘いし、うん、こんな美味しくなるんだ。うまいな、うん、無心で食べれるわ。いや、本当にうまいよね。ガチ感すごいんだけど、美味しすぎて。榎本さん、これ何点ですか。これ100点じゃないですか。100点、ありがとうございます。うまいね。100点だわ。うまい。足が止まらない。うん、これ子供も喜びそうなね。子供大好きでしょう。うん、そう、おにぎりにして食べればいいね。うん、あ、そうだね。うまい。こんな感じなの？ガチ、ガチやん。いや、これ本当美味しいんですよ。これが腕、生産者の腕。だから結局は阿賀野市にすごいいいもの、美味しい食べ物いっぱいあるんだけど、うん、やっぱりそれを作る人間がいないとダメじゃないですか。うん、ね、それが合わさって最高級のものができる、はい、まあ、そういうのが阿賀野市にはたくさんあると、うん、いうことなんですよね。ありがたい、これも体験させていただいて。うん、はい、まあ1回目、うん、ここでフィナーレとなるわけなんですけども、はい、キムはどうでしたか、今日1日体験して。自分で芋をまず掘ることがないから、うん、芋掘りして、しかもあんな大きいの取れて、で最高級品と合わさってめっちゃ最高です、うん、でしょ。あがのこんないいとこなんですね。そうですよ、あの白鳥だけじゃないんです。そうです ね、ちょっと知らないところがいっぱいありました。でしょ。また来週もありますんで、はい、お願いします。ありがとうございます。ゆかちんいかがだったでしょうか今日は。うん、もう一回ね、口入れすぎなんて。食べてるわ。無理だった。おいもうなんか本当になんかもう全部のバランスがいい、うんうん、でしかも全部阿賀野市産じゃないですか。もちろんですよ。それをね、体験させてもらって、もう本当に呼んでもらってありがとうございます。いやこちらこそ。もう皆さんの思いが詰まってますですね。先輩、私はでも昔からこの阿賀野が素晴らしい場所だってことは分かってましたんで、ね、あの美味しい食材、そして今日はその人、はい、さっき出てくれた荒木さんもそうですけど、うん、今ご出演いただいている榎本さんもそうですけど、本当にね、あの人間のマンパワーも感じていただけたでしょ、うん、努力も感じてもらったと思います、うん、それが合わさって本当に美味しいものができたと、うん、で皆さんにも知ってもらえてよかったなというふうに思います、はい、もう本当に皆さん温かい、ね、でしょ。あと今日思ったのは、うん、はい、なんかみんなイケメンじゃないですか。え、例えば。いや、荒木さんもしかり、榎本さんしかり、うん、しかり。いや、二が省略みたいになってる。俺とカメラマンも43だしね。
おじさんたちをさ、やめて持って遊ぶの。お二人もね、阿賀野さんですもんね。阿賀野さん、まあまあ、純阿賀野さんですけども、素晴らしい、えなこさんはね、あんま年変わんないんだけど若いんだよみたいな、見てもう40ですもんね。もうすぐね、40の結構若いんですよ、榎本さん、ね、もうだから、うん、さらに美味しく食べれました。そこもいい調味料になってたスパイスとしてね。おい、じゃあ来週行くとこおじさん出てきたらどうすんだよ。それはそれで頑張る。頑張るんだよ、それが当たり前なんで。頑張るんだよ、まだまあ、わーわー言っておりますけども、はい、来週はですね、またちょっと違うところに行って、うん、違うものを作りますんで、うん、はい、ぜひ皆さんもですね、楽しみにしておいてください、はい、また来週、ありがとうございました。ありがとうございました。